ディはみんなの恋バナが聞きたい。お前らの恋バナをすごいしてほしかったんだ、デンディは。女性陣2割、デンさん8割、反省します、本当に。セクハラだよ、セクハラ。セクハラじゃないです。男の人で刺さる仕草みたいなあるじゃん。こういう男の人が好きみたいな。みんなあるよ、はいはい、そういうの。ただ男性の仕草はまず、うん、シャツで袖をまくっていて、この腕がとても綺麗であり、豪華すぎない腕時計をつけていて、その腕でマニュアル車のシフトチェンジをするあの手が。それはマニュアル車やっぱり限定になっちゃう。マニュアル車に乗れない男に興味はありません。本当にオートマの方が便利だもん。便利か便利かじゃないかじゃなくて、今は歌野の好みの話を聞いてくださってるんじゃないんですか。フォローしてるんだよ。オートマで撃沈してる人をフォローしてるんだ。私はなんかシッカっていうところがピンとこないんだけれども、落ち込んでたりとかシュンってしてたりとかして、でも頑張るぞって思ってる時に頭ポンポンされるとへぇーってなっちゃう。例えばよ、ピカディが落ち込んでる時にデンディが頭ポンポンしてもキュンとくるってこと。研究者は腕ないから無理ですもんねって言われてます。まさにそのツッコミです。ポンだからって。もうデンディポンポンがそっちの意味でしか思い浮かばなくなってきたディ。あ、すいません、調子に乗ってすいません。ポンはひらがなのポンポンですよ。